はい、ということで止まりましたね。やっていきましょう。ノーマルエンドですね。だってさっきメモを見たのよ。これでも走ってきたんだから。仕方ねえな。俺様は心が広いから許してやるぜ。清春くんって心が広いの？なんだ、文句あんのかよ。だってあれだけ人に嫌がらせをするのが大好きな人が言っても説得力ないわよ。それとこれとは別問題だったやの。悪巧みは俺様の生きる指針だぜ。嫌な指針ね。それで一体どうしたの？こんなところまで呼び出して。どうも他の場所じゃ邪魔な奴らが横入りしてきそうな気がしてな。え？お前に感謝の言葉を伝えてる最中にそれじゃ興ざめだろ。感謝って清原くんが？俺様が呼び出しておいて他の誰がいいんだよ。お前はバカか。でも意外だったから。お前のおかげで無事に聖帝学園の大学にも入学が決まったんだぜ。もう合格通知が来たの？合否通知。本当は反則だけどよ。あの年齢超不祥化け教師が裏ルートで教えてくれたんだよ。衣笠先生が？あいつが化け物なのは外見だけじゃねえぜ。ちゃっかり大学にまで自分の心配作ってやがるからな。怖っ。まあさすがに合否の正式発表が出る前じゃまずいからって結果が張り出された時間を待ってからだったけどな。でも合格は確かなのね。ああ、4月からは晴れて聖帝学園大学部に在籍だな。おめでとう。本当におめでとう。清春くんはずっとこの1年頑張ってくれたものね。嬉しいわ。いつ辞めてもよかったけどよ。お前があまりにもしつけえしな。今までの教師なら俺様が嫌がらせをすりゃすぐに逃げ出してたのに、お前はよくも1年も耐えやがったぜ。それにはこの俺様も脱帽だ。素直に敬意を示すぜ。お前が一生懸命だからそこまで言うならって俺様も思うようになった。お前がちょっとでも諦めたり自己保身での行動だと思えたら俺様はお前に付き合ってなかったな。私は清春くんに普通の学生らしい生活と教養を身につけてほしかったのよ。確かにバスケ選手としての力はすごいけど、それだけじゃ生きていけないわ。学校の勉強のすべてが今後の生活で必要になるわけではないと思うけど、知っているけど使わないことと知らないから使えないということは大きく違うもの。そこまで小難しく考えてどうすんだよバカ。それでも確かにお前のおかげでいろいろな勉強ができたぜ。この1年本当に楽しかった。ありがとう。その一言だけで私は十分。この1年で一番嬉しい瞬間だわ。俺様はこれで卒業するけど、俺様がこれから先もこう呼ぶのはお前一人だ。何が？先生ありがとう。今なんて。先生ありがとう。おい、聞こえたのかよ。今までも清原くんが冗談めかして先生と私を呼んだことはあったけど、名前をつけて尊称として先生と呼んでくれたのはこれが初めてだった。たった一つの単語だけど、その中に清春くんの真心がこもっているのがしっかりと伝わってきた。いた目の奥が熱い。そして私の視界はぼやけた。おい、泣くなよ先生。だって仕方ないでしょ。まったく、この俺様がどれだけ嫌がらせをしても一度も泣かなかったくせに、んな一言で泣き上がるのかよ。嬉しいのよこれは。本当に先生はお人よしだな。そういや、木橋の野郎がさっき俺様のところに来たぜ。どうして？先月のことを謝りたいってな。俺様の前には先生のとこにも言ってたんだろ。私にもお詫びを言ってたわ。さっきも言ったように、俺様は心が広いからな、心よく許してやったぜ。だったらよかった。口調はぶっきらぼうだけだったけど、とても気にしてる風だったから。ちょっと思った。閉じ込められてんだろうなって。それあるんじゃねえかなってちょっと思ったわ。やり返されて。今の音は何？あでかいネズミじゃねえのか。本当にやってんのかよ。ネズミ？聖帝学園にネズミなんて出るの？
ちょっとあれ絶対にネズミの音なんかじゃないわよ。今舌打ちしたわね清原くん。何のことだ。あれは体育倉庫の方じゃないの。もう縄が緩んだのかよ。縄？ちょっと清原くん何したのよ。広い心でちょっとした報復をしてやっただけだぜ。報復？もしかしてそこにいるのは木橋くん？ここでハーフロールが入ってたら面白かったんだけどな。予想を裏切ってやっぱり清原くん一体何したの。別に大したことはしてねえぜ。木橋が詫びがしたいって言うからちょっと荒縄でくくって体育倉庫に転がしてやったんだよ。なんですって。目には目を、歯には歯を、木橋には木橋を。ハムナビ法典だっけ先生。頭よくなったな。当たってるけど今はそういう問題じゃないでしょ。早く鍵を開けて出してあげなさい。ところが体育倉庫の鍵はさっきどっかに落としちまったんだよな。さてどうするかって俺様も現在試案中だぜ。ちょっとドンキに構えてる場合じゃないでしょ。まあなせばなるっていうしな。そのうち木橋が自力で出てくんじゃねえか。縄で縛られた上になんかガムテープで口元までなんか封殺されてんだ。どう聞いても自分でどうにかできそうな声じゃないでしょこのおバカ。あんま気すんなよ先生。案ずるより産むが易しいって言うだろ。あ、まあそうだな、産むが易しだ。気すな木橋のことは。この場合は当てはまりそうにないんです。楽しいなおい。木橋あれ卒業生なんだよな。卒業式。木橋体育倉庫の鍵をどうにかこじ開けて木橋くんを救い出したのはそれから2年後のことだったけれど、清原くんは終始笑ってとても楽しそうで、それが私たちの高校生活での最後の共同作業となった。あっという間に過ぎ去ってしまった1年だけど、私はこの1年を忘れない。そして清原くんが最後に言ってくれた先生という呼び名は私の輝ける誇りとなった。なるほどな、木橋エンドか。木橋エンドか。やるじゃねえか木橋。ここまで木橋引きずんのか。かわいそうだなって思っちゃった。ちょっとそっか、許してやればいいのにな。木橋結構引っ張られるんだな。クゼちゃんはなんかいい感じに爽やかに去っていったけど、木橋ちょっと過根が残ってたからな。そこはやっぱちょっと処理しないとダメだったか。なるほどな、まあ、ちょっとこれ飛ばしますけど。悪魔は子猫ちゃん。悪魔は子猫ちゃん。私悪魔。春から聖帝学園大学に進学が決まった清原くんは案外楽しそうに大学生活を謳歌していた。もちろんあのいたずら好きの性格はそのままで、大学内でもいろいろとしでかしているようだけど、清原くんは誰かの悲鳴が聞こえてもどこ吹く風、相変わらずのマイペースである捕まる。衣笠先生、また大学部のいつもの教授から、助教授からお電話ですよ。また清原くんのことですかね。面倒なので切っちゃってください。それでいいんですか。いいんですか。構いませんよ、その助教授の彼は僕の後輩ですから。すでに配下のものか。はーい。聖帝学園の影のボスって絶対に衣笠先生よね。聖帝学園とか人類の影のボスになってる気がするんだけど。やったー、またお前らがいんのかよ。キヨはあれか、立ち絵。あ、でも下の服が変わってる。そんなになんか ゴロちゃんがやけに男モードと女の子モードで書かれてたからか。またって、ここは高等部の職員室、私たちがいて当たり前です。それよりも清原くんが高等部にこんなに顔出す方がおかしいのよ。かてえこと言うな先生、大事な卒業生が信仰を深めに来てやったんだろう。あのね、信仰を深めるっていうのは恩師のカバンにカエルを突っ込むことじゃないでしょ。この時期になるとカエルも冬眠から覚めるからな、捕獲は楽でいいぜ。今度やったら許さないわよ。聞こえねえな。そういうお板をする悪い腕は
結束バンドで固定してしまいますよ。しますか。ちょっと後ろで組んでるしな、あいつ。ああ、なんだそりゃ。実はもうつけちゃいましたけどね。今腕動かしたの。なんでだよ。どうやったんだよ。どうなってんだよそれ。あ、動いたぞ。どうなってんだよ。て結束バンドじゃないですよ。ガムテープなんですけど。なんだこれ、いつの間に。ガムテープじゃないですか。なんかソラコが妖艶だな、ちょっと。ソラコ妖艶だな。おばあけ、話しやがれ。おばあけ。おい、ぼーっと見てんだ。まだまだですね。まだまだだね。まだまだだね。ソラコちょっと妖艶だな、こうやってみると。しかも足までかよ。いつやったの。一瞬すぎるだろ。これ何ですか。結束バンド。ぼっちちゃんがいるやつ。ほら、園芸用品や DIY 用品で売ってるプラスチック製の留め具ですよ。使い方はすごく単純で、この尻尾に当たる尖った先をくるりと回して頭についた輪っかにはめるだけなんですけど。明らかにガムテープだよね。どう見てもガムテープだと思うんですけど。一度はめ込んでしまったら外れないんですよ。刃物で切らない。取り外しできないやつね。名前引きちぎってやるぜ。清春くんならやっちゃいそう。無理にやると腕がちぎれますよ。あれ、人類の力程度では無理ですよ。え、無理でしょ。日本では使用されてませんけど、ある国では手錠代わりの簡易拘束にしたりするんですよ。そうなの。ちょっと待て、俺様は猛獣扱いか。いえいえ、清春くんは猛獣なんかではなく、悪魔ですからね。僕からしたら子猫程度のものですね。あー、なるほどな。子猫ちゃん、子猫ちゃん。うわ、さすが衣笠先生、聖帝の悪魔と恐れられた清春くんが子猫。僕は清春くんの倍は生きてるんですから、それで十分でしょ、子猫ちゃん。何倍ですか。何千倍ですかそれ。ダメ押し。てめえ、絶対にお前をギャフンと言わせてやっからな。今時の子でギャフンなんていうのは珍しいですね。もしかして清春くん老けてます。あなたが言う。あなたが言う。前に私が使ってバカにされたことが あったけど、もしかして映っちゃったのかな。先生、ぼっと見てないで、これを外せ、外せ。そんなことしたら清春くんが暴れそうだから困ったわ。いいから外せ。どうしましょう、衣笠先生。そうですね、ちょっとうるさくて他の教室の迷惑になってもいけないので、外してあげますか。この口を閉じちゃいましょう。死んじゃうから。ちょうどいいことに僕の机にほら粘着布テープがありますよ。あ、さっきの CG ってそういうことか。木橋がやられた状態じゃないの。大丈夫か。クラフトテープだとダメなんですよね、粘着力が弱くて。なんかもう熟達してありますね。熟達しておりますね。熟練者ですね。おい、マジかよ。人を素履きにして海に沈めるとかよくやってましたか。これで可愛らしく罰印になりましたね、先生。はい、そうですね。じゃあ捨てましょうか。その衣笠先生、どうしてそういうことをよく知っていらっしゃるんですか。クラフトテープだと粘着力が弱いとかって。そんなのを聞くまでもありませんよ。もっとそういう業界の方だったりしないよね。亀の甲より年の甲って言ったじゃありませんか。言ってました。全然理由になってません。どうやら先生は清春くんに随分懐かれたようなので大変でしょうけど、それもこれも去年1年先生がそれだけ親身に清春くんに向き合っていた証拠でしょう。この子に懐かれるのはちょっと大変かもしれませんが、頑張ってくださいね。確かに大変そうですけど、はい、頑張ります。これからもよろしくね、清春くん。海の中でね。
新たなる日々はこれからまた始まる。こうやっていろいろな人に囲まれ、楽しい笑顔や笑い声とともに、笑ってる人いた？笑ってる人、笑ってる人、衣川先生だけだったと思うんだけど。そして一度つながった絆は、敬愛や友情という名前で途切れることはなく、ずっとずっと続いていく。さよなら清春、永遠に。終わっちゃった、終わっちゃったな。まあ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 、そうだよね。まあ、衣川先生に清が勝つエンドはまあないわな。それはまあ無理ですよね。そっか。ほんと何者？何者ぞ。何者ぞ、衣川先生は。イエイ！何者ぞって感じだな。じゃあこれで、清の、ストーリーは全部見たと。まあ残り2つはザッピングなので、全員見てからみんなの一個一個見ていこうかなっていう感じではありますけど。ということで、次回からは、一旦また、別の実況を、ウォートリーに私は別世界に旅立って、その後、まあ、キヌちゃんということで、最強の生物、キヌちゃんのルートを見ていくという感じになる予定です。が、ちょっと、お知らせなんですけど、ちょっと間空くかもしれません。ちょっと、ねえ、シリーズもの抱えすぎてて、イースとか、空の奇跡とか、桜大戦とか、ちょっと抱えすぎてて、ちょっと追いつかれているという状況でストックがないので、もしかしたら、次のパートまで1ヶ月とか空くとか、それから一旦休憩を入れさせていただくかもしれません。そうだったらちょっとごめんなさいなんですけど、ちょっと割と私追い詰められてますという状況でございますので、ちょっとそういうところを、ご理解いただけると助かりますというところで、次回は明日なのでしょうか、1ヶ月後なんでしょうかという感じで、ご承知くださいというところです。キヨルートでした。ありがとうございました。ありがとうね。